皆さんこんにちは、ラムコッちゃんです。今日もよろしくお願いします。ということで今日は5月19日の水曜日、水曜日といえばチラシの日、水曜日といえばシマパトということでね、今日もねシマパトしてきたんですけれども、いろいろねこまごまと買いましたのでご紹介したいと思います。5月のね後半ぐらいにプチプラのやさんとかが来るみたいなので、ちょっと抑えたんですけど、行ったらいろいろ欲しくなって買ってしまいました。はい、まず広告の品、こちら、これね水筒を夏に向けて買ってきました。700円だったんですけど、ちっちゃいちっちゃいこれぐらいの水筒です。これ300ミリリットルの水筒なんですけど、こんな感じの水筒で、とりあえずね夏はね水分を持ち歩いてないと不安なので、まあ、それ用に買ってきました。ここをこうやって上げてこうやって開けるみたいですね。はい、もう夏はとりあえずね1時間以上出かけるときは水分がないと本当に不安なんですよ。なんかまあ買えばいいんですけど、買うのもちょっともったいない、一口の飲みたいみたいなときあるから、これに水とか麦茶とか入れて持っていこうと思って買いました。一応ねメーカーがパール金属株式会社さんのものなので、まあまあいいやつかなとは思います。次に買ってきたのはこちらです。もしレイナさんの前出たシアーソックスですね。これはとね黒しかなかったので黒買ってきたんですけど、まあシアーで透けるので夏でも履けるかなと思って買ってきました。私5本指ソックスマニアなんですけど、こういうねちょっと薄い5本指ソックスのフットカバーがあるんですけど、これの上に履いても分かんないかなと思って、黒だったらソックスはこんな感じで結構透け感があるかなと思います。はい、どうでしょう、こんな感じなのでね、パンストより少し厚いかなっていう感じになるから、まあサンダルとかの時に履いてもまあいいかなと思いました。次に買ってきたのがスパッツです。スパッツを2つ買ってきました。これが値下がりしてたんですけど、綿が 80% のレギンスですね。このねゴムのレギンスと7分のレギンスです。こちらは綿が 80% だったので買ってきました。私ズボンとかスカートの下とかにこういうのね履いとかないとすごく寒がりなんです。基本的にはね今の時期でも基本こういう夏用のやつを履いてるんですけど、ちょっとねいろいろへたってきたので買いました。こちらは柔らか新強綿レギンスということで、で初めて見たんですけど、この JJM から L っていうのと JM から L っていうのがちょっとよく分かんなくて、でもまあ見た感じゆったり履けそうだったので買ってきました。ちょっと大きいってことなのかな、ジャンボ M ってこと、え J って何、ジャンボ M から L、 ジャンボ M から L、 ちょっと調べます。はい、この JM とか JJM っていうのはお尻周りをゆったりさせたサイズっていうことで、普通の M よりお尻周りが大きいっていうことですね。まあ、私お尻が大きいタイプなので、まあ、ちょうどいいかなと思います。こちらは4つのこだわり、柔らか新強綿、保湿素材、立体裁断で快適フィット、毛玉になりにくいっていうことで、新疆綿をね使ってるってことがね、今ねウイグルのね国際問題とかになってるのでちょっとねどうかなって思うんですけど、それ以外、まあ、安くなってたのでとりあえず買ってみました。あ、まだある。もうね今の時期、中途半端な時期とかクーラーついたらもう下着問題、インナー問題がすごいね大事になってくるんですよ。ということで次に購入したのがこちらです。これも広告の品なんですけど、HK ワークスロンドンのタンクトップ、インナーのタンクトップを買ってきました。はい、こんな感じで、ね、テロッとした素材なんです。これが夏にいいかなと思って買ってきました。
で、これが HK 正筋タンク M サイズ淡い緑、税込み539円です。すごいね、この柔らかい素材がいいなと思って買ってきたんですけど、こちらもレーヨンが 60%、 ポリエステルが 35%、 ポリウレタン 5% ということで、まあまあまあレーヨン 60% 入ってたらそんなにね、暑苦しいって感じでもないので、夏にねこう T シャツの下とかにさらっと着ようかなと思ってできました。レーヨンが入ってるからもうね、接触冷感もありますし、テロッとした素材で、なんかすごく一回ちょっと着てみたいなと思って購入しました。ということで、次に購入してきたのがこちらです。やっとお洋服が出てくるんですけど、こちらです。はい、こちらのセットアップを購入してきました。広告の品で近藤千尋さんが着てたものです。全身柄でどうなのかなって思ったんですけど、結構着てみたら可愛いかもしれないなと思って買ってみました。なんかこういうセットアップのものってつながってるので、こうやって売られてる時はなんか試着しなかったんですけど、こちら購入してみました。フラッシュブルーのものになって、商品名が2セット花柄プリーツセット M サイズ中黒、お値段がなんとセットで税込み1419円です。はい、まあ、お値段が安いだけあって、ズボンは裏地もポケットもないプリーツ、花柄のプリーツパンツっていう感じです。で、上も特にね裏地も何もない感じで、で後ろがこのようなボタンになっていまして、でウエストの方にリボンがついてる感じです。はい、ということで着てみました。セットアップで1419円、こんな感じです。はい、こう大人っぽくて、そのつけるアクセサリーによってはかっこよく決まるんじゃないでしょうか。ウエストマークしてあげれば結構すっきりしますし、全部柄だけどなんか主張する感じはないので、まあ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 いいんじゃないでしょうか。ということでですね、この下にはさっきの HK ワークスロンドン の、 タンクトップを着てみました。そしてこの下にはJJM から L のスパッツを仕込んでいます。結構ねお尻がゆったりしてて締め付けがないのでいい感じなので、こうガンガン冷房効いた中にいてもこれ履いてたらあったかそうです。私の場合は結構寒がりなので、このテラさんのシャツワンピを上から羽織って、ちょっと柄見せの部分は少し控えて、こんな感じで大人っぽく着ようかなと思っています。あと上だけ全然 T シャツを白とかにしても可愛いかなと思います。